第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲高知大空襲高知大空襲は、大東亜戦争末期の1945年7月4日未明に高知県高知市が受けた空襲のこと。なお、ここでは高知が受けたその他の空襲についても解説する。1945年7月3日午後4時23分。 マリアナ諸島のグアムサイパンテニアンの3島4基地から、姫路、高松、徳島、そして高知への爆撃のため、アメリカ陸軍航空軍、第21爆撃集団所属の501機の B-29 爆撃機が出撃し、洋島を経由して、それぞれの都市へと向かった。翌日未明、第73爆撃団の B-29 が125機、高知市上空に開い、 午前1時52分から同2時52分までに、全6 0 8メートルトンの焼夷弾を投下した。死者401人、重傷95人、軽傷194人、不明22人、理災人口4737人、理災面積418万6446平方メートル、全焼害1 1804個、半焼障108個、 高知市が受けた初めての空襲は、1945年1月19日の夜 B-29 爆撃機が、神田地区の吉野に爆弾を投下した。3月4日には、土佐湾に侵入投げ爆したと伝えられ、3月7日午前1時には、桟橋通りに爆弾6個を投げ下され被害を受けた。3月19日には、グラマン戦闘機数10機が侵入、2位だから、 長岡軍日商村の海軍航空隊が攻撃を受けた。日本本土への空襲が激しさを増す中、高知市も6月になって1日、7日、15日、19日、22日、26日と6回に渡って空襲を受けた。22日には高知市の上空で B-29 編隊のうち1機を地上放火で撃墜した。 昭和20年6月26日、アメリカ陸軍航空軍第21爆撃集団第73爆撃団所属の B-29 爆撃機1機が午前9時19分、高知市場番長に1トン爆弾を3個投下し、死亡6名、重傷7名、軽傷35名、建物全壊27個、半壊110個、昇破111個の被害を生じさせた。 この爆撃を行ったのは、同日に行われた、ミッション224、大阪砲平交渉の攻撃に参加した120機のうちの1機である。トラブルが発生したため本来の目標を攻撃せずに、単独で高地上空に飛来した。爆弾層には M-66.2000、ボンド爆弾が7メートルトン積載され、その瞬間は、 本来の攻撃目標の破壊を想定した0.025秒の遅延設定がなされていた。この爆撃について、報復的に高知市東部に大型爆弾を投下し、さらに高知市上空を旋回し、2回目の爆弾を投下したが、裏ドアに落ちたので被害はなかったとする文献がある。一方、アメリカ軍の作戦任務報告書は、該当機に関して機械の故障。 または、飛行状況により予定を変更して、高知市を爆撃したものとしている。また同報告書で、全部爆弾層とビラが故障し M-66、爆弾4発を水面上に投下して起投したと述べている。なおこの日は、川崎航空機赤子工場の攻撃に向かった、ミッション225の爆撃機のうち2機が、機械故障を理由に、 高知海軍航空隊飛行場に目標を変更して爆撃している。投下爆弾は4000ポンド爆弾を各機3発、計12メートルトン。7月24日午前、B-29 爆撃機1機が来週11トン爆弾3個を投下した。これが高知市が受けた最後の空襲である。これらの空襲で高知城の一部が被害を受け、坂本龍馬の成果など、 江戸時代以来の高知市の貴重な街並みが失われた。戦災外教図高知。国立公文書館。2015年12月24日閲覧。高知市における戦災の状況。総務省。2015年12月24日閲覧。高知市戦災復興市編纂委員会編。高知市戦災復興市高知市。1969。 ヘッドクォーターズ21ボンバーコマンド APO234 タクティカルミッションレポートミッションナンバー223スルー 2311945P17P88 ヘッドクォーターズ21ボンバーコマンド APO234 タクティカルミッションレポートミッションナンバー223スルー 2311945P24 ありがとうございます。